僕は今まで44本の映画を監督いたしました。いつも作るたび、いつもいつも映画を撮る喜びと映画への畏怖の間を行ったり来たりして無我夢中で撮ってまいりました。映画を撮り終えれば終えたで、いつも必ずああすればよかった、こうすればよかったなという後悔と、なんか発見がありました。その繰り返しが次の映画の原動力になったというふうに思います。映画創造物というか、映画というのもそうですが、生き物だと思います。誰も映画の始まりは分かりません。そして映画の終わりも分かりません。昨年自分の送り人という映画を公開いたしましたが、題材が題材なだけになかなか賛同者にお集まりいただけなかったんですけども、公開も決まらないけれども、企画を面白がって映画を撮っているうちにですね、どんどん引き込まれて何かに導かれたように映画が完成いたしました。自分でも本当に好きな作品になりました。結果としてたくさんの方に見ていただき、そしていくつかの賞をいただきました。最後にはアメリカアカデミーまで連れてっていただきまして、そして今日こんなに素晴らしい賞をいただきました。これは今まで映画を続けてきたことへのご褒美だと思っております。ありがとうございました。映画というのはいろんな人を結びつけて、新たな、出会いであるとか、新たな思いを、もたらしてくれるものだと本当に再確認いたしました。明日からまた映画に夢中になります。皆様の胸に届くような心に残るような作品を撮り続けたいと思います。本日は、受賞者の皆様と共に芸術選奨文部科学大臣賞をありがたく拝受いたします。ありがとうございました。